はいどうも、ウメリーマンです。2月の28日火曜日に行われたブルプロ通信 6.2 についての動画です。今回のブルプロ通信では、不具合修正の進捗状況の報告、ベンチマークソフトの公開と説明について言及されていました。まず不具合修正の進捗状況の報告について、引き続き不具合修正に対応中で、ネットワークテストは3月下旬に行う予定なんですが、進捗次第ではスケジュールが変更となる可能性もあるかもしれないので、3月中旬あたりでネットワークテスト実施日程について改めて公式サイト、公式ツイッターでお知らせするそうです。聞いていた感じはですね、不具合修正後にまあデバッグをして問題なければ予定通りいけそうだなという、まあ、そんな雰囲気でしたね。まあただ何があるかわからないので、予定は未定と考えておきましょう。その方が結構楽だと思います。次にベンチマークソフトについてです。こちらは主に2つあって、1つはベンチマークの計測、まあ、計測後に結果のレポート表示や、そのレポート表示等を SNS へ投稿ができるといった仕様になっているそうです。自分のねパソコンの戦闘力がもうバレてしまうのでそしてもう一つはキャラクタークリエイト機能がねついてるそうなんですよ。ちょっとびっくりしました私も。内容はねこんな感じです。作ったキャラクターをねそのまま使える、まあ、エクスポート機能っていうのがあるそうです。ネットワークテストとサービス開始時に、まあ、このキャラクターは使えるそうです。であと衣装の変更ができるそうで、いろんなね衣装に着替えて映し出せるのがあるみたいです。ベンチマーク上にキャラクターを反映できるデモ画面上に、まあ、表示できるそうです。すべてのキャラクターのクラスはイージスファイターみたいです。でキャラクタービューワー機能とパーティービューワー機能っていうのがあって、キャラクタービューワー機能は細部まで、まあ、キャラクターを見ることができるそうで、衣装のオンオフとか、まあ、ジェスチャーをしたりとか、まあ、あとスクショも撮れるそうです。でパーティービューワーは、キャラクターを複数作った場合にパーティー視点でその作成したキャラクターたちをデモ画面上に出すことができるそうです。で注意点として、本編で使用するキャラクター名とかクラス設定っていうのはできないそうです。であとキャラクター自身はエクスポート、まあ、できるんですけど、その外見とかね作ったのはエクスポートできるんだけど、衣装とかその特別な衣装っていうのかな、初期状態じゃない衣装はエクスポートできないそうです。ベンチマークソフトの公開日は3月1日のお昼頃を予定しているそうで、公開後に公式サイト、公式ツイッターでリンク付きのお知らせが来るそうなので、そちらからダウンロードしてキャラクリをしちゃいましょう。絶対キャラクリしましょうね皆さん。私も絶対やります。次回のブルプロ通信はネットワーク直前特別配信を行うそうで、内容はネットワークテストでできることの説明だそうです。次回もね要チェックでいきましょう。このチャンネルではブルプロについての動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で。